よろしくお願いします。ヒューマンメタボロームテクノロジーズの山本と申します。私の方からは、津川さんがデータ処理、それから早川さんが構造推定、データ処理と構造推定の話を、されたかと思うんですけれども、データ解析した後の、データをですね、統計解析どうするのかという、メタボロームでどういうふうにしているのかという話を、させていただければと思います。大変量解析、メタボロミクスのデータですね、統計解析は、大変量解析、不成分分析と PLS が非常によく用いられています。まずですね、先ほどからあったようにデータの処理を、データサンプルを測定して、このピークが出てきますので、それをピークピッキング、アライメントなどして、このメタボロのデータ、Excel のデータを作ります。で、多くの代謝物が、このデータに含まれていますので、それを、それぞれのサンプルがどういう傾向にあるのかを見るために成分分析とか PLS を使います。で、それがこのデータの可視化のところです。で、さらに、データを可視化した後、どの代謝物が関連しているのか、群換算に、大きく、関連しているのはどの代謝物なのかというのを見てやるためにローディングプロットを使います。その後、代謝物を選んできた後、パスウェイとの関連をエンリッチメント解析を用いて行うというような、大体こういう流れで、メタボロームのデータは解析をされることが多いです。で、最初に、データの可視化のところですけれども、これも、ご説明するまでもないかもしれないんですけれども、成分分析は、群情報を利用しないで、データを可視化する、定時元化する方法です。例えば、ここに2物質なんですけれども、横軸に代謝物 X、 縦軸に代謝物 Y があったときに、このようなデータを、値を示しているとすると、第一成分はこのばらつきが最も大きい方向を第一成分として、その次に第二成分は、その軸と直交、かつ、次に分散が大きい方向に、いくというのが成分分析です。成分分析は、群情報を利用しない。一方で、もう一つ、メタボロミクスでよく使われる、PLS は、群情報を利用した方法です。PLS の場合は、それぞれの群の平均とデータ全体の平均の、距離が最も大きくなるような軸を一つ引いてあって、それが第一 PLS で、その次にそれと直交して、かつ、同じように次に、平均の差が大きいのが、この第二の、PLS の軸ということになります。で、ポイントは、群情報を利用しているということです。で、実際の解析結果を少しご紹介したいんですけれども、これは高脂血症ウサギの肝臓のメタボローム解析の結果で、データとしては3群あります。ワイルドタイプと、高脂血症ウサギ、それから、高脂血症ウサギに薬剤を投与したものの、成分分析と PLS の結果です。成分分析の方を見ていただくと、群管があまりきれいにこう分かれていないという傾向になっていますが、一方で PLS の方は非常によく分かれているということが見ていただけるかと思います。で、データの全体の傾向としては成分分析がよく表しているので、あまり大きな差がない、このような傾向を示すような代謝物が多いだろうということですが、一方でデータの中にですね、一部このような群管差があるような代謝物がある可能性があるということを PLS で見てやるというのが、成分分析と PLS の違いと、その使い方です。で、ここまでは可視化のご説明だったので、次に代謝物をどのように選択するのか、このローディングプロットを使って、どのように代謝物を選んでくるのかという話をしたいと思うんですけれども、ちょっと式で申し訳ないんですが、成分分析、それから PLS、どちらもそうなんですけれども、データを可視化したそのスコアですね、サンプル図のそれぞれのデータ点は、それぞれの代謝物レベルにある係数をかけて足し合わせたもので作られています。で、このそれぞれのこの係数というのが、成分分析の場合はこの式の固有ベクトルになっています。で、この固有ベクトルは成分スコアを構成する係数です。で、この例えばこの W1 の値が大きければ、代謝物1が成分スコアに大きく関連しているので、この代謝物1が重要な代謝物であるというようなふうに代謝物を選んでいるということになります。PCA の場合は固有ベクトル W が大きな代謝、それから PLS-DA の場合は
こういうベクトル W から計算した VIP の値というのがあるんですが、これが大きな代謝物を適当な数、例えば10個をピックアップして生物学的な解釈を行うというのがよくやられていますが、これにはですね、いくつか問題点があって、適当な数を選んできているので、それが本当に統計的に有意なものかどうかというのはよく分かりません。で、まあ、よくですね、このやり方でやられることが多いんですけれども、我々はこれではなくて別のローディングの定義を使った方法を推奨をしています。で、成分分析の場合はデータをスケーリングしたとき、この係数、この W、これは成分スコアとそれぞれの代謝物レベルとの相関係数に比例するということが理論的に分かっているので、その情報を使えば W を適当な数、大きなものを選んでくるのではなくて、統計的に有意なものを選んでいくことができる。PLS の場合も同じように、この係数は目的変数の PLS のスコアとそれぞれの代謝物レベルとの相関係数にこの W が比例するということは分かっているので、その情報を使ってやって統計的仮説検定を使って代謝物を選択するということを推奨をしています。でもう少し具体的に実際の結果ですけれども、成分分析の場合は例えばですね、このデータはマウスの肝臓のメタボローム解析の結果です。コントロールと12時間絶食した後のメタボロームデータの成分分析、横軸が第一成分で縦軸が第二成分になります。で、第一成分で分換差がよく見えているので、これに関連する代謝物を選択するために先ほどの固有ベクトル W のローディングプロットがここにあります。で、これをここから代謝物を選んでくるときには、この W の値が大きな、相対的に大きな一部の代謝物だけを選んできて生物学的な解釈を行うということになるんですが、本当はもしかしたらもっとたくさんの代謝物が関連しているかもしれないし、場合によってはこれよりも少ないかもしれない。で、この W というのは一体何かというと、これは二乗和が1になる値で、値そのものに何か意味があるということではないので、ある特定の域値、例えば相関係数の 0.7 以上とか、そういうことを設定することは難しいというの統計量になっています。なんですが、この W というのは少し変換してやると、相関係数と比例しているので、相関係数にしてやることができます。で、こちらは先ほど同じように、これ全く同じ成分スコアプロットで、こちらはローディングプロットなんですけれども、 W と、この値は違うんですけれども、このなんていうか比例しているので全く同じ傾向の、ローディングプロットになっています。で、この場合先ほどと全く同じ解析結果なんですけれども、相関係数を見てやると、かなりこの辺で 0. マイナス 0.7、 この辺で 0.7 ぐらいですので、かなり多くの代謝物が変わっている、変動しているということが分かります。ですので、メタボロミクスでは特にですね、その W 固有ベクトルがこれまで使われていたんですけれども、そうではなくて、統計的仮説検定、相関係数もしくは統計的仮説検定を使って代謝物を選択してやることによって、より多くの代謝物がもしかしたら変わっているかもしれませんので、これをもとに生物学的な解釈を行った方がいいのではないかというふうに考えておりまして、これを推奨しております。で、実際にソフトウェアで実装されている因子不可量の現状ですけれども、成分分析の因子不可量としてこういうベクトル W を用いられているというのがたくさんあります。で、メタボロミクスでよく用いられている商用のソフトウェアとか、あとフリーのウェブサービスであるメタボアナリスト、それから R の関数ですね、成分分析でよく使われている関数のローディングもこのこういうベクトルが使われています。一方で成分分析のローディングとして相関係数 R を使ったものっていうのはソフトウェアの実装としてはあまり多くないんですけれども、教科書なんかを見るとこちらが成分分析の因子不可量としての定義であるというふうに書かれています。ですので、メタボロミクスではこのあたりがよくずっと使われてきて、慣例的によく使われてきたんですけれども、これは必ずしも別にこれが正しいというわけではなくて、大変量解析の本を読むとむしろこっちの方が正しいということも言えますし、あとはですね、IBM 社の SPSS はこちらの定義になっています。で、ソフトウェアによって違うので、ご自身使われているのどちらかっていうのを考えて、一般のユーザーのインフォの方というよりも一般のユーザーの方には、よく確認して使ってくださいというふうなご説明をよくしています。
次に PLS の場合ですけれども、PLS の場合もですね、同じように、PCA と同様に固有ベクトルの値が、値大きな代謝物を、選択しようというふうに考えるんですけれども、この PLSDA というのは、第一成分は、代謝物の抽出に W を利用することができるんですけれども、理論的に、第二成分以降はデータと、関連がないので、これを使うという理論的根拠はありません。ですので、この PLSDA を使う、よくメタボロミクス PLSDA 使われるんですけれども、PLSDA を使う場合は、この固有ベクトル W の代わりに、この VIP という指標ですね、この固有ベクトル W から計算した指標になっているんですけれども、これを使いますが、これもですね、必ずしも理論的な根拠がないというふうに書かれているものがあります。で、もともと PLSDA は、機械学習とか判別モデルを作るのに、考えられている、作るのに、使われているもので、データの可視化と代謝物の選択っていうのは、もともとそれを想定してないので、あまり向かないというふうに考えています。ですので、PLS でも他の PLSD ではなく、ローディングの検定ができる PLS を使って解析をしてやると、PCA と同じように、相関係数にして、ローディングの検定を行うことができるというのがこの論文です。で、実際の解析結果ですけれども、こちらが PLS のスコアプロット、それでこちらが、ローディングです。ちょっと N が少ないので、P 値があまり優位になっていないんですけれども、相関係数を見てやると、それなりに値が大きいものがいくつかあるということが分かります。で、こちらの PLS の場合は、PLSDA とは異なり、第2成分以降の値も理論的に使っていいということになりますので、代謝物を選ぶ、データを可視化することと代謝物を選んでくること、両方に適した PLS だというふうに考えて、これを使っていただけるように我々は推奨しています。で、まとめです。この PLSDA と、内部 PLS の比較ですけれども、先ほどご説明したように、 PLSDA は判別モデルを作るのに適していて、データの可視化と代謝物の抽出には必ずしも適します。で、メタボロミクスでよく用いられているソフトウェアは、こちらで解析されることが多いんですけれども、別にこれにこだわる必要なくて、我々の方が推奨しているのはこの内部 PLS で、データの可視化と代謝物の抽出に適した PLS、 それから成分分析と同じように、ローディングの検定を使って P 値を計算して、統計的に有意な代謝物を選ぶことができるというのがこれになります。一番最後にですけれども、データを可視化して代謝物を選んできて、最後に代謝パスウェイとの関連を計算するのに、エンリッチメント解析を行います。これもご説明するまではないかもしれないんですけれども、エンリッチメント解析は、メタボロームの場合はメタボライトセットエンリッチメントアナリシスという名前が一応ついていて、代謝物を選んできて、それと、特定の代謝物、ある代謝、例えば回答系の代謝物は、なんとかなんとかという名前があって、そのリストがあります。そのリストと有意な代謝物のリストと合わせてやって、それをカウントしてやって、この 2×2 のクロス集計表からフィッシャーの性格確率検定を使って、代謝物、個々の代謝物が有意か有意ではないかではなくて、ある特定の代謝経路、例えば回答系が有意である、TCS サイクルは有意であるというような、で、解析結果を出すためにこれを使います。これも先ほどの、12時間絶食したメタボロームデータ、マウスの肝臓のメタボロームデータですけれども、この場合は、非常に多くの代謝物が有意になっていて、その代謝物のリストを解釈するのは、難しいというふうに考えられると思うんですけれども、それに対して、どの代謝経路が変わっているのか、いうのを MSE を計算した結果です。で、回答系 TCA サイクル、ペントースリン酸系、ポリアミン代謝などが、絶食で、下がっていて、プリン代謝が絶食で上がっている。こういう代謝経路ごとに、どの代謝経路が、変わっているかということを示すのがこのヒッチメント解析です。で、以上なんですけど、最後に参考文献として、成分分析の因子不可量の検定は、この論文にあります。で、PLS の方は、こちらの論文にあります。
それ以外にも、我々弊社で出しているメタボロミクスに関する創設がウェブでフリーで読めますので、もし興味ある方は見ていただければと思いますし、ブログも、我々の方で出しているので、そちらにも、いろいろと書いています。それから、メタボアナリスト、フリーの、ウェブシステムのメタボアナリストっていう、システムを使ったときに、どういうふうにその解析をするのかというのを、何年か前ですけれども、資料を、発表した時の、募集した時の資料があるので、それなども、もしよろしければ、参照していただければと思います。以上です。ありがとうございました。フラ